RPG デベロッパーバキンで作る探索アドベンチャー、その進捗報告をしていきます。今回はゲームとしてなくても何の問題もないけど、あると少しだけよく見えるこれ、土煙の実装を見ていこうと思います。こうしたバキンにおけるエフェクト、パーティクルですね、は以前の動画でも少しお話ししたエフェクシアという無料のエフェクト制作ツールを使って作られています。バキンというゲームエンジンの中で 3D モデルはブレンダーで作り、エフェクト、パーティクルはエフェクシアで作るといった関係になっています。自分でオリジナルのエフェクトを作ってバキンに取り込む際も、このエフェクシアから出力された EFK 形式のデータを使うことになります。少し余談ですが、バキンの中にスプライトツールというのがあるんですが、これはまた別物で、読み込んだ画像、スプライトですね、の透明度や大きさを変えて簡単なアニメーションを作成することができるツールになっています。例えばテイルズシリーズのカットインのような演出は、このスプライトツールを使ってバトルシーンに表示させることで実現できます。で、話を戻すんですが、今回作りたいのはエフェクト、パーティクルなので、エフェクシャーを使ってまずは土煙を作るところからスタートしていきます。マルタではキャラや世界描写に合わせてドット絵の土煙にしました。今回は2種類の土煙を組み合わせて表示させようと思ったので、こんな具合に2パターンの絵を用意しています。1つの絵柄につき 32×32 の画像にしたので、ここでは横に並べて 64×32 の画像にしています。で、これ今ちょっと見えやすくするように黒背景を置いてるんですけど、今回取り込むのはこの透過されたピングデータを読み込んでいきます。黒背景でもエフェクシアの中で加算処理すれば問題なく描画することはできるんですけど、今回は透過処理したものを使っていきます。画像が用意できたら早速エフェクシアを起動していきましょう。はい、でエフェクシアを開いたら最初にこのプロジェクトを保存しておきます。このファイルから名前を付けて保存で、このプロジェクトファイルそのものを保存していきます。で、保存したらこんな感じで、保存したプロジェクトファイルと同じ階層にテクスチャーっていうねフォルダを作って、その中に先ほど作った土煙のね画像を入れておいてください。で、これができたらエフェクシアに戻って、最初ねこのツリーの方をねいじっていきます。このルードの下にこのノードっていうのがあるんですけど、こいつを選んで、この一番右のタブ、描画って書いてあるね、こいつを選んでスプライトをなしに変更します。はい、こうするとこのルートとね同じような感じの空のノードになりました。で、この空のノードを親として使うと後々便利なのでおすすめです。で、それではこの中に先ほど作ったね土煙の画像を入れていこうと思います。ではこの親のノードに名前を付けようと思います。名前の変更は F2 を押してあげてもいいですし、この一番左のね共通っていう星マークを押してここで変えてもいいです。まあ適当に分かりやすい名前を付けておきましょう。まあ、ステップとかね、まあ、ダッシュとか、まあ、そんなものをつけて、でここを右クリックしてノードを追加していきます。で、このノードを土煙にしていくわけです。で、画像が2個あるので、まあ、スモーク A とかにしといて、で一旦ここでスペースキーを押してみてください。はい、するとここがねずっとこうループして白い四角が出てきたと思います。で、これ今何の画像も設定していないので、この白いパーティクルがただ点滅してるだけなんですけど、今からねこの白い画像を煙の画像に変えていこうと思います。で、このエフェクシアの優秀なところが、これ今ずっとプレビュー中なんですけど、でプレビューを見ながらこちらのパラメータをいじっていくと、もう全部リアルタイムで反映してくれるんですね。まあ、これがかなり便利なので、なんならもうずっとプレビューしっぱなしでいいかなと思います。はい、では画像を早速読み込んでいきます。で、このスモーク A を選んだ状態で、こちら描画共通を押します。で、ここの読み込みっていう部分から先ほどのテクスチャフォルダに入れた土煙の画像を入れていきます。はい、すると白い四角がこんな感じで、土煙に変わりました。変わったんですけど、2個用意したので、まあ、2個両方写ってますよと。で、これをちゃんと、左側だけまずは写したいですよね。こちら UV ですね。この UV っていうのを標準から固定にします。視点は00のままで32の大きさで作ったので、大きさを 32×32 にします。で、これどういうことかっていうと、この視点が 00XY が00なので、ここ00の状態から 32×32 の大きさのサイズを切り取ってねということになりますね。で、それでこれが切り取れましたと。
なのでこの後この右側をね、切り取ってスモーク B を多分作ると思うんですけど、その時は大きさは変わらないままこの X をね32にしてやると、はい、こんな感じにここから視点が始まって32を切り取ってくれるので右の画像が映るという形になっています。はい、で一回戻して、この描画されて消えるまでが長すぎるのでバキンで使いやすい長さにしようかなと思います。でこの全体のフレームを変えるのは、ここの数値を変えていきます。でここの数字っていうのはフレームなので120フレームなんで、これ2秒ですね、今2秒を映って消えてるという形になっているので、60にするとこれが1秒ですよと。で今回作っているのはダッシュした時にプレイヤーからこう立ち上がる土煙を表現したいので、もっと短くていいですよね。まあ、ここは本当自分の好みでいいかなと思うんですけど、まあ、今回は15フレームぐらいにしていきましょうかね。でこの時間が設定できたら、ですね、この今設定したこの時間15ですね、15フレームと同じ値を、ここ生存時間っていうねところにも適用させてあります。15と、はい、あとはまあ簡単にアニメーションつけていくだけなんですけど、エフェクシアの基本的なね要素を簡単に説明すると、ここにねこのよく見慣れたこの3つのアイコンがありますね。位置と、まあ、回転と拡大と、いつものやつですね、おなじみの3つ、移動回転スケールっていうのがね3つあります。で基本的にはこの3つを使ってアニメーションを加えていくことになります。今このね15フレームの中で簡単なアニメーションをつけようと思った時に、まあ、例えばこれバキンで言うとこの中心にプレイヤーがいて、この煙をね、じゃあプレイヤーから後ろ方向にちょっと動かしたいなと思ったら、移動なのでこの位置ですよね、位置なんですけど、位置に動きを持たせたいので、まあ、例えばイージングとかを選びます。でイージングを選んだらなんかいっぱい出てくるんですけど、まあ、これ要は、始まりの位置と終わりの位置でこう6つの項目が分かれてる感じですね。で、始まりの位置はじゃあ0でいいんですかと。で、まあ、プレイヤーの真下から出るよりかは、ちょっと後ろら辺から出てほしいなと思ったら、ここで移動させることができます。こうやってドラッグでも移動できますね。で、これこのパラメータ動かすだけで勝手に動いてますよね。これ今何が起こってるかっていうと、Z 軸、まあ、この横ですね、この横に対して 2.6 ずれたところから、中心の0に向かって戻ろうとしているんで、こんな感じのアニメになっています。なので、例えば0からマイナス 0.1 とでやると、まあ、ちょっとだけね後ろにこう煙がずれてるような形になります。もうちょっと動かしましょうか。こっちを 0.2 とかにして、こっちを 0.5 とかにしましょうかね。まあ、こんな感じで動きますね。でこうなるとプレイヤーが左に向かって走った時に土煙が反対方向に移動するエフェクトが作れます。でこの今いじったここの数字っていうのは中心って書いてますけど、基本的にはこの上のね中心っていう部分のパラメータをいじっていきます。でここの振れ幅っていうところにパラメータを加えると、こんな感じで、乱数を持たせることができます。なので毎回同じアニメーションにならないんですね。はい、なのでここの数字っていうのは基本が上で下は乱数と、まあ、覚えておいていいと思います。はい、では次回転を見ていきましょうかね。角度、速度、加速度っていうのをね選んでみましょうかね。ここ で先ほども説明したこの乱数である振れ幅を180とかにねしてみます。はい、何も変わってませんね。なんかもっとこうくるくる乱数でね変わってくれるかと思いきや何も変わりませんと。でこれなぜかっていうと、この一番右の描画を開いて、ここですね、配置方法のビルボードっていうのを Z 軸回転ビルボードに変えます。はい、するとこの、ね、回転情報を持たせることができます。こうしてですね、これで、振れ幅180度の中で毎回生成されるたびに角度が変わりつつ移動もしてくれるというアニメーションができました。はい、じゃあついでに、スケールの方もやってみましょうかね。じゃあこちらはまたイージングを選んで、まあ、でかく表示されて小さくなると、まあ、いう形のアニメーションにしようと思ったら 1.0 が等倍なので、ここから上げるか下げるかみたいな形になります。例えばこの終点を0に全部してしまうと、こんな感じで消えていく形になります。これを例えば 0.5 と半分の値にすると半分の値に縮小されます。
はい。なのでこのね、でこの拡大に関してはこの XYZ をね、全ての値を入れてやると、まあ、均等に縮小させることができますよと。で逆にどれか一つのパラメータだけだとひしゃげた形のアニメーションも作れますよという形になってます。では再びこの描画共通に戻ってきて、ここのねフェードアウトっていうのをね入れてみましょうかね。生成時間内にフェードアウトで、ここを15フレームにしてやると、15フレームっていう生存時間内にフェードアウトというアニメーションが作れます。はい、といった感じでざっくりエフェクシアでのアニメーションの作り方は、まあ、こんな感じになってますよといったところで、スモーク B もね、コピーしてここに貼っちゃいましょうかね。B して、先ほどもやったここを32にして2番目の画像を表示させてありますよと。で重なっててよく見えないので B の方はもっと後ろに表示させましょうかね。例えばA の終点を視点に持ってくると 0.5 かつこっちをもっと後ろに持ってくると、まあ、すると、まあ、こんな感じのアニメーションになりますね。あ、でちなみに画像そのもの の透明度を変えたい場合は、まあ、元のテクチャをいじるのもいいんですけど、こちらのね描画の中のここ全体色ってところのねこのアルファチャンネルの値をまあ、例えば128とかしてやると 50% の透明度で描画することができます。まあ、こちらも例えば64とかにしてやるとより薄い色になったりしますね。こんな感じ で細かいパラメータをねいじって、まあ、なんとか理想の土煙を作りましょうという話になってくるんですけど、最終的にこれもうちょっと全体的に右にずらしたいなとなった時に、一番最初に説明したこの親であるステップっていうねこのノードのこの位置、こいつをこうずらしてやると、まあ、こうやってねまとめて子供のね A と B がついてくる感じになりますね。なので、まあ、例えばバキンに持っていた後で、あ、これちょっと地面に近すぎるからもうちょっと上げたいなとか思ったらこの Y の値を上に上げるとか、あとはバキンに持っていた時にこれちょっと煙でかすぎるよとなったらこの拡大率を1から下げてやるとか、まあ、そういった形になっていきます。おそらくこの状態で持っていくとかなり煙がでかいので、ここの値は 0.3 とか 0.4 とか、まあ、そういった値にすることになると思います。でここを小さくするってことは当然この値もちょっとずれてくるんですけど、まあ、親をね変えれば全部変えれるので、まあ、非常に簡単に調整することはできます。はい、こんな感じですね。はい、で、まあ、これで頑張って煙を作りましたとなったら、ここで、ようやくバキンで使うファイルを書き出していきます。書き出す方法はファイルのエクスポートを開いて標準形式、これを選びます。まあ、今回だったらステップっていう名前をつけてこの EFK 形式で保存していきます。そうするとここで拡大率どうしますかって聞いてくるんですよ。でここで例えば先ほど、このままだとデカすぎるので 0.3 か4ぐらいがいいですよって言ったんですけど、ここで 0.3 とか 0.4 にしても同じ効果が得られるんですけど、もうここは等倍っていう風に自分の中で統一させておいた方が後々ね混乱しなくなると思うので、拡大率っていうのはあくまでエフェクシアのこの拡大の方のねパラメーターで決めてやる方がいいんじゃないかなと思います。はい、でこのまま保存していきます。はい、でようやくバキンの方で取り込んでいこうと思います。取り込む場合はリソースの 3D スタンプの中にあるパーティクルですね、ここを開いて追加を押してファイルから作るで先ほど作った EFK 形式のファイルを読み込んでいきます。はい、で読み込めたら今度はコモイベントを開きます。コモイベントの追加でカスタムイベントで、でここでダッシュキーを押している時っていうね条件分岐でエフェクトを表示させてしまっても一応動くんですけど、それだと一つ問題が出てきます。何かというとコンフィグの中にあるこれです、自動ダッシュっていうね項目があるんですけど、でバキンって、まあ、基本的にはダッシュキーであるシフトを押しながら移動するとダッシュして、何も押してない状態だと歩くんですけど、でこのコンフィグで自動ダッシュを有効にするとシフトキーを押してなくてもダッシュしてくれるっていうね、まあ、ご丁寧にねバキンはこんなものまでデフォルトで用意してくれてるんですよ。とてもありがたいんですけど、これのおかげでダッシュキーのみを判定してしまうとこのコンフィグで
これを有効にしてしまった時にダッシュキーを押してないから煙が出ないと、まあ、といった現象が起こるというわけです。じゃあどうするのかというわけで、まあ、スマイルブームにね問い合わせてみたら C シャッププラグインのね助言をいただきまして、でそれで実装できたのでその方法をご紹介いたします。まあ何かというと、先ほどのコンフィグ云々に関わらずプレイヤーがダッシュをしているかどうかの判定を取ってくれるプラグインになっています。中身はこんな感じになっているんですけど、オードダッシュっていうものをねしっかり判定を取ってくれています。でこのスクリプト自体はあのいつもお世話になっているサナさんにもお渡しして、 Steam のバキのページにあるワークショップでね配布してくれているので、概要欄のねリンク貼っておくのでそちらからダウンロードしてみてください。で念のためその Steam のバキのページから、まあ、どうやってワークショップを介してバキンをね実装するのかっていう方法も簡単に説明しておきます。まあ、分かってる方はね飛ばしてください。でこれが、バキンの Steam のページになります。でここの上のこのワークショップっていうところをクリックして、下の方に行くと、まあ、いろんな方がね上げてくれてるいろんなプラグインなんかがあるんですけど、まあ、ここで、サナさんが上げてくれたダッシュステータスチェックプラグインコンフィグゲッターっていうねものがあるんですが、これをクリックします。でその中にあるこのプラスサブスクライブっていうものをね押すと、バキンを立ち上げた際に出る左側のねメニューの Steam ワークショップっていう中に先ほどサブスクライブしたものが追加されるようになっています。でこれを選択して名前を付けて保存をします。でこの ZIP ファイルが保存されるのでこちらを解凍します。で解凍したフォルダの中身を見てみると CSRBR っていうねファイルが入っているかと思います。でこれをバキン側で開いていきます。でコモンイベントを新規で作って、左下の C シャーププラグインの割り当ての中から追加を押して、先ほど回答した CSRBR 形式のファイルを読み込んでいきます。はい、これで Steam のワークショップからバキンの方へプラグインを実装する方法は以上になります。で今度はイベントコマンドで、制御の C シャーププログラムの呼び出しを選んで、ここに、is in dash っていうのがあるんでね、これを選んで、でここで今ダッシュ中ですっていう時に立つフラグをここに設定します。ダッシュ中ですというフラグを用意してあります。はい、でこうすることで、プレイヤーがダッシュした瞬間にこのダッシュ中がオンになります。なのでここで、条件分岐でいつも通りイベントスイッチでダッシュ中がオンの時っていう選択肢を作って、ここにエフェクトを追加していきます。エフェクトはね分かりにくいんですけど会話にあるんですね。会話のエフェクトの表示で、プレイヤーを中心に表示にしてエフェクトのパーティクルを選びます。 OK ですね。少しだけねウェイトを挟んであります。ウェイトを挟まないとエフェクトがねこう連続的に表示されてしまうので、ここの待ち時間っていうのはエフェクトの時間にもよるので、まあ、どのくらいの時間がね一番気持ちいい表示がされるかっていうのはちょっと調べてみてください。でこの開始条件は、並列処理にしておきます。さてこれでちゃんと動いてくれるんでしょうか。歩いてるときは何も起こりませんよと。でダッシュをすると、お、いいですね、土地煙がちゃんと起こってます。そして、問題のコンフィグをダッシュ、自動ダッシュを有効にした場合、いいですね、私今シフトを押しないんですけど土煙が出てますよと。そして、シフトを押した状態だと、歩いているので土煙は出ませんと。はい、無事土煙のね実装ができました。はい、というわけで今回はダッシュの土煙を実装してみました。結構ね細かい部分ですが、こういった描写があるとねより一層絵に説得力が出るんじゃないかなと思います。といったところで今回は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。